大池岳は、滋賀県東大見市の鈴鹿国定公園内にある、標高1247メートルの山。山腹の北東面は、三重県稲部市との境界に位置する。鈴鹿山脈及び、東大見市の最高峰。山体は、古生層の石灰岩からなり、藤原岳と共に、鈴鹿山脈の北部石灰岩自体に位置する。 南北約3キロメートル、東西数百メートルの広い平らな空母のような山用の山頂部はテーブルランドと呼ばれている。山頂部には多くのドリーネの池とカレンフェルトが点在するカルスト地形が見られる。最大の池は日本庭園近くの元池で、その南東には真の池がある。山頂部は丸山とも呼ばれ、山頂の西端にはボタンブチ及び 天狗の花と呼ばれる崖の上の展望地がある。山頂からは五在所竹など、鈴鹿山脈のほとんどの山が望める。遠く、伊吹山、乗倉岳、御嶽山、中央、アルプスや江那山などを望むこともできる。ふもとの犬上郡多賀町などでは、雨乞いの神事が行われている。東大見市、八景及び関西百名山の一つに選定されている。別称が、 大池、丸山。冬は、西側が、琵琶湖のため、日本海側の気候の影響が強く積雪があり、山頂では、樹氷が見られることがある。その他の季節は、伊勢湾に近いため、太平洋側の気候となる。登山口のある国道306号の、倉掛トンネル周辺は、冬季は、積雪のため閉鎖される。百六十八年七月十二日に、鈴鹿山脈の、 主な三域は、鈴鹿国定公園指定された。山頂周辺では笹かれが進んでいて、大分や名月が点在している。1983年に、朝日新聞社と森林文化協会により、山頂部の北側に分布する、お池岳大分や名月群落が、21世紀に残したい、日本の自然百選の一つに選定されている。1980年に、 田中澄江はお池だけを花の百名山の一つに選定し代表する花として山縁五作などを紹介した。他にも、秋物草、岩鏡、縁霊草、カタクリ、キクザキイチゲ、沢木区、立つぼ墨霊、鳥かぶと、二輪草、バイケイ草、福樹草、林道など多くの花が登山道周辺で見られる。石灰岩帯特有の植物が多い。 周辺の山域にはイノワシ、クマタカ、ニホンカモシカ、ニホンジカが生息し、お池学長寿保護区に指定されている。鈴木田岳との暗部にある暗部付近の平坦地は笹カれが進みこけるいが絨毯のように生育し、その様相から日本庭園と呼ばれている。鈴鹿山脈最高点のお池学山頂、東側に養老山地が望める。石灰岩が点在する。 各方面からの登山道が解説されていて、最短のルートは、三重県側国道306号の小ぐるみ谷からのルートである。山頂からは東側に、養老山地が少し見える程度で展望はあまり良くない。山頂の南側に、崖の上の岩場は、ボタンブチと呼ばれ、そのすぐ北側の岩場は、天狗花と呼ばれている。奥の平やボタンブチでは正方などの展望が開け、 琵和湖を望むことができる場合がある。小ぐるみ谷のルートでは春先多くの花が見られる。鈴鹿山脈の主猟線から南に派生する尾根にある。その尾根の北西には、鈴鹿、竹、南東には、土倉幕があり、日の木朝日山竹の尾根が南西へ伸びる。西側には、大池川を挟んで、滝屋山,山山やり、天狗道日本古場と伸びる鈴鹿山脈から派生する。 尾根が退治している。東側には、稲部川を挟んで、養老山地が退治している。伊吹山、金草岳に次ぐ滋賀県で3番目に高い山。山頂の最高点は、三角点が設置されていない、標高点である。山頂の約 0.4km 南東の標高点 1241m である小ピーク周辺は、奥の平と呼ばれている。 北側の伊吹山から望む鈴鹿山脈。左端が藤原岳その右側が大池岳、右手前が両前山焼き大山と鈴木田岳との暗部の倉掛峠。下に国道306号の倉掛トンネルが通る。周辺には以下の峠がある。源流となる以下の河川は越川の支流であり、琵琶湖へ流れる。南南西1 3 5キロメートルに永源寺ダムがある。 山頂部のドリーネに水が溜まってできた多数の小さな池がある。麓の郷土資料では山頂平坦にして3十よ、しありと記録されている。元池都心の池は一般登山道沿いにある。山域の北側を国道306号が横断している。滋賀県道34号、多賀江源寺線が小池川沿いに通り、東大見市君ヶ畑町から、 山頂の西側の上流部まで、お池林道が通る。ありがとうございます。